皆さんこんにちは、ジャパンサイファイのチェイです。今日解説するのはスターウォーズ新作オビワンの第1話と第2話です。ネタバレありの徹底解説、めちゃくちゃ面白かった。もしまだ見ていない人、絶対に見てきてください。もう本当にスターウォーズファン全員に見てほしい。マジで見てほしいです。これもう本当にね、一言言わせてほしいです。もう私はスターウォーズの中でもプリクエルが一番好きでした。もうエピソード3はもう何十回ともうこの人生で見てきたんですけど、もうその続きがこのオビワンでやっと見れる。いやもう本当にもう最高でした。もうまさにプリクエルの続きなんですよ。もうあの直後です。もうオリジナルトリロジーとの橋渡し的な存在で、もう本当に完璧な作品でした。もうこんなに楽しみな作品、もう久しぶりです。そして蓋を開けてみると、期待していた以上の 500% の素晴らしい作品でした。さて今日解説するのは第1話と第2話。この2話では英語でしか伝わらないアナキンとパドメに関するある重要な言葉が隠されていました。皆さんは気づきましたか？さらにさらに、なぜオビワンのフォースの力は弱まっていたのか分かりましたか？そして最後のあのシーン、一体どういうことなのか、徹底的に解説考察していきます。そして第1話第2話に散りばめられた他の小ネタも徹底解説していきます。オビワン第1話は今までの振り返りから始まりました。まさかもう過去のね、エピソード1から3の総括が見れるというのは驚きでしたね。オビワンの過去、そしてアナキンの子供時代からアナキンが闇に落ちるまで、このシーンの総括はもう最高でしたね。オビワンとアナキンの決闘が17年前というのがもう信じられません。これはリアルの世界ですね。この演出はもうまさにドラマオビワンがあの続編であるということを示してくれるシーンでしたね。 You are the chosen one、 選ばれし者だったと、弟だと思っていた。ダース・ベイダーの誕生、そしてオビワンにはルークが託された。もう今まで私たちが何十回も見てきた物語がまとめられているというのはね、本当に熱かったですね。さてここからが第1話の解説です。冒頭はコルサントのジェダイアカデミー、そして吸収するクローントルーパー、しかもこれ501代だ。いやもうすごいすごい、マジでやばかったです。オペレーションナイトフォールが描かれているというのがやばかったですね。ヤングリングを必死に逃がす緑のセーバーを持ったジェダイ、オーダー66の指令がリピートしているのがやばかったですね。Execute Order 66. Execute Order 66って感じですね。そしてこのマスターをね、殺されたヤングリングたちこそが後の尋問官になると、そういうことですね。オーダー66のシーンが出たということは、アナキンがジェダイを惨殺しまくるシーンももしかしたら映像で描かれるのかもしれませんね。ここで逃れたヤングリングの中には黒人の女性もいますから、もしかしたら彼女が後のリーバーなのかもしれません。そして緑のセーバーを持った時代は直前までヤングリングたちを訓練していましたから、ほんの一瞬のフォースの乱れでクローンたちの反乱に気づいたのは驚きでしたね。さすが時代。しかしやはり501大隊の奇襲には敗れ去ってしまっていました。お次はタトゥインのシーン。大尋問官ら3人の尋問官がタトゥインに降り立っていました。大尋問官の顔の動きはエピソード3に登場したパウワン、ティオンメイドンの動きが再現されていましたね。大尋問官の時代に関する演説はかっこいいですね。時代は狩られるのではなく自ら狩られてしまうと。なぜなら慈悲の心を捨てることができない。そして大尋問官はライトセーバーの傷でジェダイの存在に気づかせる。アナキンの心変わりもオビワンがライトセーバーの傷跡を見つけたからですよね。こうしたジェダイの人助けやライトセーバーの跡が彼らを殺す要因となるというのは胸が痛みます。そして発見された一人のジェダイ、サードシスターは彼を殺そうとしますが、大尋問官はジェダイの殺害をあえて止めます。これはなぜでしょうか？そう、それはそのジェダイの発言でした。我々はもっといる、ジェダイ狩りなど無駄だ。この一言で大尋問官はそのジェダイが他のジェダイの居場所を知っているということを即座に判断したんですね。つまりそのジェダイを逃がせばより大物のジェダイを狙えるということですね。ここでレバがオビワンへの執着を持っているということが明かされました。一体何があったのか気になりますね。予想ではリーバはオーダー66でオビワンのメッセージに従ったということで尋問されトラウマになったのではないでしょうか。オビワンはオーダー66後にコルサントから離れろという命令を全ジェダイに出していましたから、それを聞いたリーバが捕らえられてしまい尋問され、それがトラウマの原因になったのではないでしょうか。お次はオビワンのシーン。10年経ちオビワンは砂漠の老人になり果てていました。雇い主の不正に関しても声一つ上げず、ひたすら忍耐の時を過ごしていました。オビワンとジャワのやり取りは笑いましたね。オビワンの私から盗むならせめて部品を磨いてくれという皮肉はもうまさにオビワンでした。そしてオビワンはこう言います。ジェダイは滅んだと聞いた。このセリフ、英語ではジェダイ are all but extinct と言っています。これはエピソード4でのオビワンのセリフと同じですね。そして夜オビワンは夢を見ていました。アナキン、パドメ、クワイガンの夢を。10年経った後、やはりオビワンの心にはトラウマが残っているんですね。オビワンはエピソード3で
パドメやアナキンに対して感情と任務を切り離していました。愛する弟子を殺し友人であるパドメを裏切ることになった。それがやはり彼の心の中でトラウマになっているということですね。ジェダイから外れすることもなくなり、オビワンは感情に苦しめられている、そんなシーンでした。そして夢を見終わった後、マスタークワイガンと言っていますね。ということはまだ10年経過したこの時点ではオビワンからクワイガンに話しかけるということは難しい。フォースゴーストになる手段はまだないようです。逃亡するナリとオビワン。オビワンは助けを求めるジェダイに対して全てを忘れろと言います。オビワンも自分のライトセーバーを埋めてしまっていましたね。オルデランでは子供のレイヤが登場します。惑星オルデランの美しい建築や綺麗な衣装は優雅なデザインの多い共和国時代を思い出しました。そしてレイヤ超やんちゃですね。子供時代のレイヤがめちゃくちゃ可愛いです。そして森で遊ぶ姿は砂漠で育ったアナキンとは対照的ですが、レイヤもアナキンもメカ好きなのは変わりないですね。子供レイヤがめちゃくちゃ似ててびっくりしました。そしてオビワンとオーウェイのシーン。オビワンはルークを育てるためにおもちゃを寄付していましたね。オビワンはルークに農場以外の生活を教えたかった。しかもオビワンとオーウェイの会話では We talked about this。ルークをいずれ訓練すると話したはずだと言っています。どうやらオビワンとオーウェイは一度会話をしていて、ルークを訓練すると伝えていたようですね。そして子供レイヤの性格がもう素晴らしいですね。もうまさにパドメの生き写しです。しかもレイヤの演技がめちゃくちゃエピソード4の本人に似ています。笑顔の表情や英語のアクセント、喋り方が全てレイヤに似ていてマジで驚きました。あの子役の演技がマジでやばいですね。レイヤにかけられた言葉、大人になりなさいという言葉は英語では Rise Above。 これはオビワンが反乱者たちでダースモールに言った言葉と同じですね。そしてエピソード3から10年後のこの時代でも元老院が一定程度機能しているということが分かりましたね。そして誘拐されてしまうレイヤ、オビワンに対してレイヤ救出が依頼されましたね。エピソード4でレイヤの言うオビワンケノービ、あなただけが頼りです。まさにこのセリフの通りですね。タトゥインで落ち合うオビワンとベイル・オーガナ。ここでベイルはあの人のためにと言いますが、ここで言うのはパドメのためですね。ここで言うあの人というのは英語では for her となっているので、パドメのためにレイヤを助けてほしいと言ってるんですね。ベイル・オーガナとパドメは友人だったからということですね。そしてライトセーバーを砂漠の中から掘り起こすオビワン。ライトセーバーの箱の中にはアナキンとオビワンのライトセーバーが並んでいましてね、タイムカプセルのように埋められたあの箱の中では2人はまだ兄弟だったというのがもう悲しいというか、もう胸が痛みますね。そしてタトゥインを立つオビワン、彼の腰にはライトセーバーが。オビ、もうあのライトセーバーチラ見せのアングルはもう非常に燃えましたね。オビワンはこの10年間ジェダイであることを諦めていました。ルークのためですね。さらに静止ではエピソード3の直後、クワイガンがオビワンに語りかけ、ジェダイであることを捨てろと伝えています。そして10年後レイヤーがさらわれたことでオビワンは再びジェダイであることを強いられるということなんですね。もうこれ運命がね、もう残酷すぎますよね。しかもその理由がかつて見殺しにしてしまった弟子やパドメのためと言われてレイヤーを救いに行かなければならないというのが本当に心苦しいですね。第2話の惑星大雄のシーンでは退役したクロントルーパーが501大隊のアーマーをまとっていましたね。エピソード3の10年後でクローンは年を取るのが普通の倍なので、この時代ではクローンは老人になっているというわけですね。テメラモリソンがちゃんと登場していましたね。第2話ではジェダイかっこハテナのハジャが登場しましたね。第2話ではオビワンがスパイス商売を売りつけられたり闇社会に紛れ込んでいましたが、これはまさにエピソード2クローンの攻撃のオマージュですね。大雄のシーンではオビワンがヒゲを触るシーンもありました。これはオビワンの昔ながらの癖ですね。10年経っても治らないジェダイ時代の癖。いや、素晴らしいですね。オビワン・オー・リーバー。なぜか彼女はレイヤとオビワンの関係を知っていましたね。これはパルパティンやベイダーですら知らない情報なのになぜ知っていたのでしょうか。かなり気になります。レイヤを救出するオビワン。オビワンは体術で敵を倒していましたよね。ジェダイとしての痕跡が残らないようにフォースを使わず、ライトセーバーも使わずに敵を倒していましたね。そして拳を痛めているというのが可愛かったですね。グリーバスのすねにキックして痛がっているオビワンのシーンを思い出しました。惑星大雄で逃げ回るオビワン。これもめちゃくちゃ絶望的なシチュエーションですよね。いくら元ジェダイマスターとはいえ、ストームトルーパーの部隊と尋問官と賞金稼ぎに追われている。しかもレイヤも逃げるという地獄のようなシチュエーションですね。オビワンの技は今まで地の利ぶら下がりと言われていましたが、子連れも新しい技に追加すべきでしょう。屋上でブラスターを打ち合うオビワンと賞金稼ぎに、リーバーは地の利を得ることでオビワンを見つけていましたよね。リーバーはオビワンが地の利を得る人間だということが分かっていて屋上で待ち構えていたのでしょうか。
オビワンがフォースを使うシーン。オビワンはフォースプルでレイヤーを救おうとしていましたが、フォースプルの効果はすぐに現れていませんでした。オビワンはクッという声を出しながらなんとかフォースプルを発動していましたよね。この10年の間、オビワンは訓練ができなかったため前世紀よりもはるかに力が劣っているようです。しかし少しずつ尋問官に追われることでジダイとしての技を復活させていくということのようですね。そして第2話一番最後のリーバとオビワンのシーン。リーバが衝撃的な事実をオビワンに告げます。ベイダー卿が生きている。アナキンスカイウォーカーは生きている。この時のオビワンの顔がもうやばかったですね。第1話でベイル・オーガナとオビワンの会話で、アナキンは救えなかったがパドメのためにレイヤーを救ってほしいという会話はそういう意味だったんです。2人はアナキンが生きていることを知らなかった。当然のことですが、ついにオビワンはアナキンが生きているということを知ることになるわけです。そして第2話の最後ではオビワンのアナキンという言葉とベイダーの吐息が、これはもうマジでやばいですね。今後の第3話がどうなっていくのか非常に楽しみです。第1話と第2話はオビワンが砂漠の老人から再びジェダイマスターへと戻っていく物語でした。レイヤーとオビワン、ありそうでなかった2人のコンビネーションのこれからがもう本当に非常に楽しみですね。そしてアナキンの生存をついに知ったオビワン、ここでオビワンはこれから何をするんでしょうか。オビワンは第1話と第2話でレイヤーを救い出しました。もしオビワンがかつてのジェダイマスターに戻りつつあるならば、もしかすればオビワンはアナキンを再び救いに行こうとするのかもしれません。エピソード3時点ではオビワンは感情と任務を切り離していました。しかしそのジェダイも滅び、10年が経った後、オビワンはようやく感情的になることができるのかもしれません。オビワンは必ずアナキンを救いに行くはずです。なぜならベイル・オーガナとオビワンの会話ではパドメのために For her と言っていました。しかしもしアナキンが生きていると知ったのなら、オビワンが必ずアナキンを救おうとするはずです。10年間オビワンはアナキンを殺してしまった罪に苛まれてきたはずです。再び師匠としてベイダーを救おうとするたびにオビワンは旅立っていくのかもしれません。以上がオビワン第1話と第2話の解説考察でした。本当に最高で次が待ちきれないですね。皆さんの感想もぜひ教えてください。そしてもし他に皆さんが気づいたこと、小ネタ、気になることがあれば、ぜひコメント欄に何でも書き殴ってください。もう早くねオビワンの感想を語り合いましょう。私もなるべくコメント欄返信するようにします。このチャンネルではスターウォーズの解説やドラマオビワンの解説を毎週投稿していきますので、ぜひチャンネル登録で一緒にこの歴史的な瞬間を楽しみましょう。それでは皆さん、次の SF でお会いしましょう。フォースと共にあらんことを。誰も聞いてないので、オビワンのモノマネエピソード3。 Hello there.